アスパンク線はオーストリア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は720。ビーイン・アスパンク間の路線であるが、ノイシュタットイ南については520号線の項目に適載し、ホームページではビーナーのイシュタットイ北についての見記す。アスパンク線の起点駅は初期にはウィーン・アスパンク駅であった。1970年代にこの路線の出発駅は、 プラウターシュテルン駅へ移って、1979年5月27日から列車は南駅の東側で出発していた。現在列車はウィーン中央駅を出発し東部線を経由してこの路線に進入する。一方、S7 列車はウィーン連結線から離れて、旧アスパング駅と中央墓地駅の区間を経由して、空港方面に走行する。 ウィーン中央墓地駅とマリア・ランツェンドルフ駅の間は、ウィーン・ジンメリング中央創車場により断絶されている。列車は、ラクセンブルク・ビーダーマンスドルフ、トライスキルヒエンを経て、ゾレナウへ向かう。ゾレナウ駅でこの路線は、南部線と接続して、ウィーナーのイシュタット区間まで線路を共有する。列車は、ウィーナーのイシュタット駅を出発して、ピッテン川を沿って、アスパングへ向かう。 アスパング線の名は終点の地名から由来する。ウィーン・グラーツ区間の運行時間は南部鉄道経由の場合より長いので、この路線はただ地方鉄道の意味を持っている。遠距離列車は普通にこの路線を経由しない。また、ウィーンの中央創車場フェルクスドルフ区間はアスパング内線と、ウィーナノイスタット・アスパング区間はアスパング外線と呼ばれている。伏線よび電化区間は、 S, S 番列車の通行区間のみである。ウィーン・アスパング駅オーストリア・ハンガリー帝国の産業化初期に鉄道建設ブームが起きて、ウィーナーのイッシュタット運河の周辺で多数のプロジェクトが計画された。一方ハプスブルク王家はバルカン半島及びサロニカ・ミトロボカ区間で建設される鉄道に関心を持っていた。それでウィーンからクロアチアまで鉄道が連結され、 ウィーン・ザグレブ・サロニカ区間が直接に連結される可能性が開いた。運河会社の株主たちは、クロアチアとボスニア国境まで鉄道を建設するプロジェクト参加を申し込んで、1874年6月27日に、ウィーンからアスパング、フレード、ベルク、ラードケルスベルクを経て、クロアチア国境に至る鉄道に関する事前作業の承認通知を受けた。 ベルギー鉄道会社はこのプロジェクトに資金を供給する予定であったが、1873年の金融、経済危機のため、大規模プロジェクトは水泡となって、建設計画はウィーン・アスパング区間に限定された。南部鉄道会社の国訴が憲法裁判所により却下された後で、アスパング線の建設は1877年11月28日に許可された。 建設費用は865万グルデンで策定された。起点駅は連米区ク運河港と決定されて、港の廃止以後、アスパング駅はその土地で建設された。アスパング駅からの数キロメートルの区間は、リージング小川の鉄道橋を含めて廃止された運河場の区間と構成した。八百八十年六月から鉄道建設が始まって、南部鉄道の施設は、 フェリックスドルフ・ウィーナーノイシュタット区間で共に使用されることとなった。2年以上の工事の末に、1881年8月7日に、ウィーンピッテン区間が、同年10月28日ピッテンアスパング区間が、それぞれ開業された。路線距離は、南部鉄道の共有区間を除いて 75.9km であった。アスパング線とウィーン北部鉄道駅ツラインスドルフ、 区間の路線を結ぶために連結線は1881年10月21日、開通された。1914年まで一部の列車は中央税関駅から出発して、その列車の掲示板にアスパング線というレッテルが付けられていた。1910年12月アスパングフリードベルク、区間の穴はベクセル鉄道の開通で埋められて、この路線の価値は上がった。 それでこの路線は、ハンガリー西部鉄道の地方鉄道であった、温泉線とも連結されている。第一次世界大戦の終戦以後、アスパング線はウィーン近郊の遠足用で広く利用され、旅客交通は1930年に戦争以前の水準に至った。1937年7月1日に、オーストリア連邦鉄道は、アスパング線の運営権を引き受けて、南部線に、 重点的に旅客列車便を配置した。それで、ウィーン、ゾレナウ区間は地方線に格下げされた。同年10月31日からウィーンテイスドルフ、区間はウィーン市内電鉄と連邦鉄道が共同で運営していた。1942年1月1日にウィーン・アスパング鉄道はドイツ国営鉄道に引き受けされた。ウィーン・アスパング鉄道会社の運営年限は、 本来なら1971年までであった。1939年10月から1942年10月まで、約5万人のユダヤ系オーストリア人が、ウィーン・アスパング駅で集められ、47回の列車輸送で最初にはゲットへ、後でナチス強制収容所及び絶滅収容所へ移送された。戦争末期には、旧運楽館とリージング・オガーの鉄道橋が爆破され、 鉄骨構造物で暫定的に復旧された。1962年1月17日に電気運転は旧レンベクウィーン中央墓地区間で実現された。レンベク駅は当時戦争の影響で廃止状態であった。1971年5月レンベク駅の再開業でウィーンアスパング駅は放置されて、1977年6月から7月まで 町合室の建物は撤去された。一方、エーベンフルトビットマンスドルフ、地域鉄道廃止の影響で、ゾレナウアスパング線駅は1953年10月に、乗降場と200施設に、1958年10月に、乗降場に格下げされて、他の線路は撤去された。1975年6月1日にゾレナウ地域の、線路が移設され、ゾレナウアスパング線駅は廃止された。 クレーデリング奏車場の建設はこの路線に影響を与えた。1979年5月27日にアスパング線の出発駅はプラーターシュテルン駅からウィーン南駅に移られた。ウィーン市内区間では S 番列車がその時から運行されている。2000年連邦鉄道の鉄道模載分類の過程でウィーナのイシュタットアスパング区間は 感染保管路線に昇格された。2002年からウィーナノのイシュタット・アスパング区間に、連邦鉄道所属の列車以外に、シュタイアーマルク地方鉄道所属の貨物列車も、走行している。2004年12月に、アスパング線の列車は、ウィーン南駅を出発して、ウィーンマイドリング駅、ポッテンドルフ線、ドナウミズ路線、東部線を経由することとなった。列車は、クレーデリング駅を経て、 アスパング線へ本格的に侵入している。2009年12月から出発駅はマリア・ランェンドルフ駅に変更され、ウィーン中央駅の工事関係でその駅からウィーンの南チロル広場まで置き換えバスが運行されていた。2017年9月にウィーンアスパング駅の遺跡でコンクリート製軌道形態の慰霊碑がナチスによる犠牲者たちを追悼し忘れないために、 長さ30メートルで建てられた。すべて各駅停車。各機運転系統が運行する。全区間の運賃システムは、東部地域運輸連合の管轄区域である。以下では、オーストリア国鉄7 2 5号線の駅と営業キロ停車列車、接続路線などを一覧表で示す。なお、7 2 5号線の列車がすべて通過する。 テイレジエンフェルトのイシュタット北の領域については、記載を省略。ありがとうございます。